ライムって高校辞めたので、大学でも行きたいのになんで公認取らないの？理事長に辞めてって言われた後あんまり聞いたことない話だけどな。え、ちょっとライムくんいいかな？辞めて、あ、いや、高校辞めて、あんまり聞かない話だよ。呼ばれた。え、理事長、こうどういうテンションで辞めてって言ってきたの？なんか、いやもう君、うちは、あんたみたいな人をけんから辞めてくれんっていう風な感じ。もう普通に言われたってこと？ライムさんはいけなそうだよねって感じ。え、どういうこと？ちょっと待って。え、その高校辞めた話先にちょっとしていくんだ。なんかパンクしてない？なんか話題が。もう学校に行けなそうだからやめてって言われた。どういうこと？ちょっとライムくん、理事長室来てくれるかな？君、多分学校も無理。うん。だからやめてって感じ？糖質って言われたせいでそう。あー、別にでもなんか診断書が降りたとかそうなんじゃないでしょ？別に、そんなの。まあ、じゃあ別になんか何もないじゃん。不当解雇。不当解雇だよ、それライム、それ。そうなの？今、私立高校クビ生徒で検索してもね、出てこないわ。ライムさ、退学の時に、どう退学したの？自主退学みたいなことになったの？もしかして。お前ワンチャン、お前ワンチャン社会問題にできるぞ、お前。多分お前やばいことさせられてるよ、多分。え、自主退学ってことにさせられたの？やっば。え、ちなみに本当にやばいよ、多分ライムそれ。ニュースになるよ。普通にニュースにできると思うよ、多分。だよね、多分自主退学強制させるってことでしょ？え、すごっ。今なんか法律事務所のなんかサイトで出てきたけど、自主退学勧告を受けるケース、芸能活動禁止の学校で芸能活動していたことが発覚。ライムお前スマイルアップに入ったりしてない？大丈夫？してないと思う。スマイルアップには入ってないと思う。うん。多分ね。自主退学勧告を受けた時の対応。それに応じるべき義務はありません。学校に言われるがまま退学届を出すことは避けましょう。しかもさ、まあ、素行不良くらいでしょ。ただちょっと気になるのは、ライム、学校教育法施行規則26条第3項によると、学校の秩序を乱し、その他学生または生徒としての本分に反したものっていう規定があって、ライムお前、秩序を乱してはいない。大丈夫そう。一応そこが退学の条件に当たる部分で、反したかな？まあ、でも、わかんないな。自主退学させたのは問題で。あ、それは問題だと思う。自主退学させたのは多分。そう、退学の要件だから、自主退学させたっていうのが、問題にされたらまずいから、自主退学したってことにして、じゃないかな。質問来てた。ライムのような風に自主退学を強制するのは犯罪ですか？回答、最悪死刑になる。でも、意外と、なんかすごいよ。退学かどうかで最高裁まで行った判決とかあるよ。クリボーいる？あ、いるか。クリボー読み上げるね。信仰上の理由により、剣道実技の履修を拒否した私立高校専門学校の学生に対する退学処分が裁量権の範囲を超えるかどうか。とある宗教によると、剣道や柔道を禁止されてると。それで退学したんだけど、なんと勝訴。クリボー、お前勝訴。クリボー側が勝ってる。退学処分取り消しになってます、これ確か。最高裁まで行って。法学部御用達の案件ですね、これ。剣道受講拒否事件。今から高校行ける可能性ある。出てきた。クリボー出てきたぞ、お前。お前遡って裁判できるぞ。もしかしたら。費用ないわ。でも怖いね。退学処分、自主退学するように取り計られたんだ。でもさ、ぶっちゃけさ、教室でさ、宣決したってこと？呪術廻戦の。宣決しただけだよね。それだけ？クラスでやったの？うん、それだけじゃない。あー、なるほど。まあ、他にもあったと。ダメそうな感じはちょっとするな。別の知識も使えるだと。クラス内で切ったわけじゃない？あー、まあ、じゃあ別にね。じゃあ別に、トイレ。じゃあもうアーケンじゃん、別にそれ。アーケンと一緒じゃないそれ。アーケンさんと変わんなくないねえ、別にトイレだったら別にいいよな。それは別に関係ないんじゃない？でも応援してるのがバレてると思う。でも学校ではしてないでしょ？学校だよ？え？なるほどね。なるほどね。じゃあまあ、でもどうなんだろう、まあ。多分微妙なところだな。なんか処方されてたのだと思う。なんかそう、精神的に不安定だし、だけど、学校には行ってたんでしょ？学校には行ってたんでしょ？だって学校のトイレでスパれるってことは学校には行ってたってことだよね。まあ、最後ちょこっと行かなかっただけ？何ヶ月とか。多分マジで不当だよ、多分お前。不当に自主退学させられてる、多分それワンチャン。騙されたな、お前、多分それ。もったいな。いや、俺に言われてもそれ、いや、お前が言うなよ。それもったいなだけどさ、お前が言うなよ。それはそれとして、話がそれたけど、まあ、大学行きたいんだったら高卒認定取ればいいのに、なんで今から通信行こうとしてんの？あと4単位で卒業できるから、単位持ち越しできるってこと？学校側に。学校？どういうこと？学校ってどこ？退学するときにそう言われた。高校2年生の時点で単位があと4つとかってあり得るの？そんなことある？なんか、ごめん、俺あんまその制度知らないけど、高校1年間だけ行って、多分それ嘘じゃない？多分ライムそれ嘘つかれてないか？多分言いくるめられてない？なんか本当に大丈夫？それなんか嘘っぽくない？なんかそれってだってさ、高校1年間行った後に通信であと4単位だけ取ればいいみたいな風なことにならん？なんか変だよね。お前さ、2年になって中退したんだよな？いや、関係ないそれ。中高一貫とか2年生になって速攻中退したんでしょ？そういうことか。先に履修単位が取れてるってことか。でも怖いね。マジで厄介払いじゃん、なんか。なんかやべえことするやついたから、なんか自主退学を進めて、あと4単位だから簡単に高卒認定取れるし、通信とか早いよ君って言って、そそのかして、問題になる前に自主退学させて、厄介払いしたってこと？怖っ、学校。やばいね、やってること。マジか。すごいな。そんなことするんだ。そんなことするんだ。怖いね。マジで怖いじゃん。怖っ。いやさ、でもさ、ライムお前なんかおかしいぞ、お前多分。でも、それでもなんか変だぞ。4単位なんてことはないだろ、多分。なんかさ、なんか変だよね。なんか変な気がするけどな。単位表見たけどちゃんとそうだった。そうなんだ。ライムワンチャン学校の抜け穴見つけたぞ。確かになんか中高一貫校に行って、高1終わったら速攻でやめて、通信行って、高2で終わらせるってやれば、バカでも1年飛ばせるライフハックってこと？そういうこと？義務教育 RTA のやり方見つけたライムが。おいライムお前、もしかしたら義務教育の RTA いけるかも。なんかバグ技みたいな感じだよね。なんかバグ利用みたいなことしてない？なんかでもなんかライム騙されてそう、マジで騙されてそう。大丈夫かな？なんかそれ相談しろよお前。なんかそれ周りの大人にちゃんと相談した方がいいぞ。なんかちょっと若干怪しいぞ。でもなんか変な感じするぞ。なんかお前さ、いつ退学したんだっけ？今年の4月。割と最近の話なんだ。騙されてるだろうし、やばい案件なんだろうけど、相手がライムってことでどうしても用語にイノワシを生む。まあ確かにライムだしね。でもうち、この界隈で楽しめてるから人生押し下げてる。押し下げてるね。ライムとか、マジで騙されないようにな。お前、なんかちょっと大丈夫か？闇が深いな。いや、なんか騙されそうだぞ。頑張る。気をつける。うん。先生に高校受験受けさせてもらえなかったんだけど、これって騙されてる。あ、騙されてるね。騙されてるね、それ。ふんさん。マジかよ。ふんさんってでも、普通に受かる高校じゃなかったんじゃないみたいな。そのなんか、FS の言う通り、ふんさんの力では無理なところに突撃しようとして、いやいや、お前ふざけんなみたいになったんじゃないのなんか、なんで受けさせてもらう、なんでって言われたの？内心で無理な高校行こうとした説はあるかも。はある気がする。内心がなかった。言ってないから、その内心というものが存在しない。ふんこには内心というものが存在しない。ああ、磁力ないんだ、ふんさん。ふんさん、フィジカルギフテッドだから、磁力がないんだね。すごいな。そういえば自分も空白だった気がする。それって中学卒業できんの？いや、まあ、できるんじゃないの？中学ってだって勝手に出てかされるじゃん、なんか。まあ、ふんさん公認受ければいいじゃん。公認受ければいいだけでしょ。言うて。いや、マジでちょろいよ。公認って何？いや、違う、そうじゃない。そう、オフィシャルな、それじゃない。そっちじゃないです。非公認高卒と公認高卒がある。公認は大丈夫でしょ。てか、うん。あ、公認もなんかバグ技だよね、正直。なんか、バグ技じゃない？なんか、バグ利用みたいなもんだよね。高校3年間かけてさ、行くより、公認取った方がめっちゃコスパいいし、マジでバグ利用だと思う、あれ。学年に1人か2人公認から兄弟いる。受ける意味ないもん、別に。高校。マジでそのバグ技知っとけばよかったわ。せこいよな、マジ。今の学生、ネットで情報収集できるからせこいよな。なんかめちゃくちゃ情報たくさんあるじゃん。まあ、なかったわけじゃないけど、せこいよね、なんか。いいよな。絶対公認受けてたわ。もう学校行きたくなかったから、俺。そのグリッチのやり方、なんか事前になんか知っとけばな。